はい、こんばんは。えー、本日はですね、えーえー、総選挙ですね、えー、衆議院の選挙、これがですね、公示されました。えー、公示されて、えー、今月の27日ですね、投開票ということで、十、えー、12日間のですね、選挙戦がね、いよいよ始まったということですね。で、これはね、なんと言ってもね、えー、自民党のね、裏金脱税事件ですね、 まあ、これでね、自民党がものすごい逆風を受けていて、まあ、それに対してね、えー、自民党は、新総裁の石橋茂さんを立てて、えー、まあ、そしてね、えー、挽回を狙うと。おつまり、どこまでですね、この自民党の議席をですね、減らすことを食い止めるかと。おというようなことですよね。まあ、それに対してですね、立憲民主党とか野党はですね、えー、まあ、いよいよその政権交代。 ということを目指してですね、まあ対決の姿勢で臨むと、というようなことなんですね。まあ、それで議席がどうなるかということなんですけども、えー、衆議院のね、定数ですね、えー、これをもう一回ね、おさらいしておくとですね、全国ね、えー、289の小選挙区ですね、小選挙区289、それから、 えー、この比例代表はですね、11ブロックあるんですね。で、えー、その比例代表の議席が176議席。ということで、全部でね、465議席なんですね。465議席で、そうしますとね、過半数が、まあ、半分を超えたところですから、233議席なんですね。過半数をですね、えー、上回ればですね、まあ、過半数を取れば、 えこれはね、法案を通すですね、えー、数が揃いますので、まあこれね、えー、政権与党となるわけですね。うん、で、えー、自民党と公明党はですね、えー、と今はね、合わせて合計で288議席あるんですね。合計で288。えー、関数をね、相当超えてますよね。うん 相当超えてますね。50議席以上超えてますよね。うん、で、えー、その内訳はですね、自民党が256議席ですね。で、公明党が32議席ということですね。で、合計288ということなんですね、うん。で、自民党はね、自民党単独でもですね、256ですから、過半数の233をね、えー、超えちゃってるわけですよね。 関数、関数を取ってるわけなんですよ。ね。うん。で、えー、焦点はですね、このね、まず、う自民党ですね。まずこの自民党が、その、えー、単独で過半数を取れるか、あるいは割り込むか。ここがね、まず焦点なんですね。うん。現在は自民党は256議席。それに対して関数は233議,議席ですから、 今はね、関数より上回っている自民党はね、うん。関数233に対して、原油議席百256議席ですね。で、これが選挙の結果ですね、この裏金達税事件とかね、まあ相当国民の批判を受けているので、その自民党がぐーっと減らして、233議席を割り込んじゃう。単独でね。という、これがまずね、第一の焦点なんですね。それからもう一つは、 今、自公連立政権ですよね。うん。で、えー、これはですね、過半数233議席に対して、自民党が256議席で。それにプラスして、公明党が32議席。で、このぐらいあるわけですよね。で、これがですね、もしかするとですよ。もしかすると、公明党も議席を減らして、そして自民党も大幅に減らして、ガーっと、過半数を割るかもしれない。 これもね、出てるんですよ。予測としてですね。自、え、公、ー、連立で、自公合計で、えぇ、ー、関数233議席を割り込む。この予測も出ているんですよ。ね。ということでね、これはね、えー、与党、えー、自民党、公明党にとっては、相当厳しい選挙なんですね。うん。でね、これは何度もお伝えしているようにね、 この、裏金脱税、脱税ですね。裏金脱税議員ね。えー、つまり、この政治資金収支報告書にね、あのー、記載しなかった、えー、議員たちですね。これ自民党はね、12人を非公認としたわけですね。公認しなかった。それから、34人ですね。34人については、比例代表との重複立候補を認めない。こういうね、あのー、措置を取ったんですね。 比例代表とね、重複立候補を認めない34人,34人の小選,小選挙区立候補者ですね。この人たちはね、あのー、これまでは重複立候補していることによってですね、小選挙区で負けても、えー、この比例代表の方でですね、救われた。つまり議席を与えられた。そういうね、人たちも結構ね、多いんですよ。ね、そうすると今度はそういう人たちが議席をね、 あの、失うことになりますから、そこでもかなりね、あの、議席がね、あの、少なくなっちゃう。ということなんですよ。ね。あ、う、あ、ん、そういう状態、そういう状態なんですよ。なので、自民党は今ね、相当厳しい。ね。あ、う、あ、ん、で、今日はとにかくね、えー、選挙工事の日ですからね。 まあ第一声ですね。これをね、各党のね、党首がね、それぞれのね、えー、場所で行ったわけですね、うん。まず石破茂首相ですね。石破さんをね、えー、今日はね、福島県の岩木市でですね、第一声をね、えー、やったんですね。私たちはパーティー収入の不記載が二度とないよう、深い反省のもとに臨みますと。この選挙を 日本創生のための選挙だと位置づけて、もう一度新しい日本を作っていこうと思いますと。というような訴えなんですね。うん。野党の方は立憲民主党のね、野田義彦さんは、東京都の八王子市であったんですね。うん。まあ、八王子というのはね、これはね、えー、東京24区ということで、えー、萩生田さんですね、バーベキュー萩生田さんね。 これ、裏金脱税議員でもあるしね、2700万円の裏金脱税ですよ。ね。それプラス、統一協会とね、もう、ずる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 ベタベタとね、ね、うん。そういう議員ですよ。ね。で、非公認になったわけですよね、うん。で、野田さんはこの八王子にね、八王子に力を入れてですね、こういうふうに言ったんですね。裏金は許しちゃいけない。忘れちゃいけない。その思いを皆さんと共有したいと思います。 裏金議員を裏から支える自民党政治に決別しようじゃありませんかみたいなね。そんなようなことを訴えたということなんですよね。うん。まあ、というようなことでね、いよいよ選挙戦が始まったんだけども、まあ、どうなるかということでね、そのシナリオですね、えー、2つのシナリオをね、ちょっとね、紹介したいと思うんですね。まずね、えー、最初に言ったように、自民党、公明党を合わせて、 過半数を割ってしまうというね、シナリオですね。うん、これはね、まあ、大変なことになると思いますけどもね。うん、まずね、ええー、っと、これはね、<laughs> まずね,、えー、ね、石破さんはですね、石破さんはね、昨日14日ね、うん、自民党本部でね、えー、これ記者団に対してね、状況は非常に厳しい。ね、それは認識していますと。 というふうにね、語ったんですね。んで、これはね、えー、まさにですね、10月上旬、今月上旬にね、自民党で情勢調査を行ったんですね。情勢調査。そうするとね、その結果がね、すごく厳しかったんですよ。ね、どういう結果かというと、この裏金脱税議員ね、安倍派の、ね、旧安倍派の裏金脱税議員を中心にですね、30人程度が落選すると。 という結果がね、えー、出たんですよ。ね。そうすると、現在のね、256議席ね、ありますから、30を引けば、単純に引けばね、226議席ですよ。ね。そうすると、233議席をね、割り込むじゃないですか。つまり、単独過半数を割る数字なんですよね。うん。それが出ちゃったんですよ。ね。うん。そして、さらにですね、さらに、ね、自民党のね、 この関係者によればですね、ね、えー、このね、与野党のね、激戦区、接戦ですね、それがね、40、40選挙区ほどあってですよ、ね、そして自民党にとって最悪のケースではね、うん、自民党は合計すればですね、200議席に届かないと。という驚くべきね、予測もある、あるんですよ。200議席に届かない。これは相当厳しいですよ、ね。 うん、だからこれは現実としてあり得るわけですよ。ね。今あり得るんですよ。そしてさらに公明党もですね、今ね、32議席なんですよね、原油がね。それが25議席前後まで落ち込むというね、えー、観測もあるわけなんですよね、うん。そうなるとですよ。ね。これ単純に足し算すればですよ。例えば自民党をね、まあ、200議席にまだ届いたとしようじゃないですか。ね。 で、公明党は25議席としますよね。そうするとどうですか ?200 プラス25で合計225議席ですよ。そうなると過半数233議席に届かないんですよ。事故を合わせて。ね。これはね、まあ要するに政権与党をね、あの、与党から転落するということですから。ね。もうこれはね、やり方次第によっては、 与野党逆転、つまり政権交代になるんですよ。つまり最悪、あの、自公にとって最悪のケースは、まさにこのケースなんですよ。ね。うん。ああ、自民党は200議席前後、ね。公明党は25議席前後しか取れない。そうすると過半数を割って、ね。うん、これは政権交代。ということになるわけですよね。うん。であるいはここで、 この事項にプラスしてね、あのー、例えば維新ですね、維新の会が乗っかる可能性もなくはないですね。うん、今公明党、公明党とね、この維新はね、まあその中、中ね、良くないですからね。その可能性はね、なかなか見通せないんだけども、でも可能性ゼロじゃないんですよね。そうなると、自項意で、えー、連立政権。 ということになりますよね。うん。あるいは国民民主党というね、そういう可能性もありますよ。ね。うん。そういう可能性が一つね。うん、だけども、ここでですよ。ね。うん、例えば、細川連理政権を思い出してほしいんですよね。細川連理政権ね。うん。これはね、その時ね、小沢一郎さんですね。小沢一郎さんがね、声をかけたんですよ。ね。どういうことかというと、 その時もですね、自民党ね、自民党はね、単独過半数割ったんですよね。うん。だけども、その時の野党ですね、えー、野党8党ね、与党8回派ですね、えー、その人たちはね、しょぼんとしていたんですよ。ね。どうしてしょぼんとしていたかというとね、えー、これは結局、単独過半数割ったけども、ね、うん。結局、野党はまとまらないということで、 えー、結局、自民党のね、あのー、政治がつ、政権が続くんじゃないかと、みんな思っていたわけですよね。うん、だけどそこで、小沢さんがね、まあ、鶴の人声というかね、かけたわけですよ。ね。うん。なんでみんなしょぼんとしてるんだと。我々の方が合計したら多いじゃないかと。ね。我々がまとまれば政権交代だと。いうことで、あ、そうだと。そういえばそうだということで、 そこでみんなまとまってね、あの、細川連立政権を作ったと。というね、あの、歴史なんですよ。ね。ああそういう歴史なんですよ。まあ、そのことはね、あの、小沢さんにね、ロングインタビューしてね、この職業政治家、小沢一郎という本にね、まあ、じっくりね、えー、書いたところなんですけどもね、そういう経緯があるんですよ。細川連立政権ね。それと、同じようなことが、今回起きる可能性があるんですよ。今回。 細川連立政権と同じようなことが起きる可能性があるんですよ。ね。そして、これまた幸いなことにね、小沢一郎さんがですね、まさにね、野党第一党である立憲民主党のね、うんえー、これ選挙本部長代行だったかなあ、についてるんですよ。実質的な選挙対策の責任者なんですよ。ね。ということであれば、ね、また同じね、 歴史は繰り返しって言うけども、同じ歴史、ね、また連立政権ですね、野党連立政権ができる可能性はあるんですよ。ある。あるんですよ。ね。うん。今回は、それをね、あのー、何て言うかな、あのー、可能性をね、含んだ選挙なんですよ野党で。野党連立政権の可能性あり。ね。うん。ね。 そして、幸いなことに、ね、歴史のね、不豪というか、小沢一郎さんがなんと、立憲民主党の、ね、選挙責任者になっているということですよ。ね。うん。そうするとね、その可能性をね、ちょっとね、あのー、なんていうかな、えー、考えたくなっちゃいますよね、これね。うん。というようなことなんですよ。ね。うん。ね。 そしてね、えー、このリスのねその立憲民主党ですね、これね、予測によればね、この現有議席は98議席なんですよね、うん。で、まあ、100に乗せるという、ね、ことはね、まあ、目標ではあるんだけども、予測によってはね、180から190に伸びると、ね、というね、可能性も、これはね、あの出ているんですよ、予測としてね。これはね、そうなったら相当のですね、 あの、政権交代はこれ見えてきますよね。180から190ね。うん。うすれば、これはね、ね、うん、自民党にね、迫る。あるいは逆転しちゃうなんていうね、ことだってね、考えられなくはない。ね。うん。そういう選挙なんですよ。ね。うん。なのでね、これはね、えー、立憲民主党の関係者によるとね、うん、これ候補者がね、足りなくなっちゃうんじゃないかと。ね。ということで、 急いでね、この比例代表の候補を増やしたっていうね、そういう話をね、してるということなんですよ。ね。うん。ということでね、これはね、ね、あのー、場合によっては、まさに自公連立政権終了、お野党連立政権の誕生という可能性がある。そういう選挙なんですよ。ね。うん。というようなことをね、我々国民はね、 やっぱりこれね、十分考え、考える必要があるんですね。十分考えて投票所行かなければいけない。ね。え、と思うんですね。あ、う、あ、ん、まあ、それで当然ながらねえ、僕の考えではとにかく野党にね、あの、投票しなければいけないと。ということになるわけなんですね。うん、ね。だけどね、これね、もう一つ別の予測があってですね、別の予測があって、これはね、その反対なんだけども、ね。 自民党公明党の連立で過半数を上回ると,という予測もあるんですよ。過半数を上回る。ね。これはね、えっ、ー、と、ちょっとね、これスポーツ放置っていうね、これ新聞ですね。これを見ているんだけども、えー、選挙プランナーのね、三浦博さんという人がいてね、うん、えー。この人の予測をね、載せているんですよ。この三浦博さんという人はね、えー、これ2021年ね、 この前の総選挙ですね、これで自民党公明党の議席をですね、完全的中させたって言うんですよ。すごいこれ驚くべき人ですよね。完全的中させたって言うんですよね、うん。この三浦さんという人はね、えっ、ー、と、慶応の法学部を卒業した後、銀行に勤めたりね、あるいは議員秘書をね、経て、アメリカでね、選挙事情を研究したって言うんですよ。 そしてね、帰ってきて、選挙コンサルティング会社を設立して、それからね、えー、東京都知事の石原慎太郎さんとかね、北海道の鈴木直道知事であるとかですね、まあ、そういった人たちを、まあ、当選にね、導いてきたと。そういう人なんですよね。うん。まあ、選挙プランナーということで、これはね、相当、あれですね、予測がね、あの、的中率がすごいですよね。うん。で、そのね、 選挙プランナーの三浦博さん,さんによるとですね、予測では自民党は原油の258議席から29議席を減らしてね。うん、で、えー、結局229議席。これは要,要は、えー、単独過半数233議席を下回ると、うん。自民党はやっぱり、ね、単独過半数は取れないと,という予測ですね。 だけども、公明党がですね、公明党が、現在ね、32議席だったかな ?32 議席なんだけども、えー、公明党が32議席なんだけども、えー、結局29議席取るということで、自公で合わせて258議席だと、というふうに予測してるんですよ。258だとね、 うんた。あの、過半数の233をね、えー、上回っているので、これは自公連立政権は続くという予測なんですよね。うん。ね。そしてその予測によれば、立憲民主党は現在の98議席から18議席増の116議席ですね。それから日本維新の会は44議席から47議席へと。というようなことなんですね。 うん。ね。うん。まあ、というようなことでね、まあ、自民党としては最小限にね、抑えたかなと。というような予測なんですよね。うん。とにかくね、この、石破さんに対してはね、この、非常にね、この小泉慎次郎さんとね、同じように、 非常に、ね、早い解散ですね。これをねや、踏み切ったと。やっちゃったということでね。これ、野党側からすごいね、もちろん評判が悪いわけですよね。だけども、ね、そのことによって、ね、野党共闘の時間がね、全くなくなっちゃったわけですよね。うん。うん、小沢一郎さんがね、あのー、もう野党共闘ね、これはもうまあ、ね、魔法でも使わない限り無理だというふうにね、言ったぐらいね。 時間がなくななっっちゃったわけですよ。なので、これはね、相当やっぱりね、自民党にとってね、えー、自民党の選挙戦術にとって非常にプラスだったと。というふうに指摘してるんですよね。うん、これもしね、野党共同ね、小沢さんがね、これを力を尽くしてですよ。例えばですよ、まあね、うん、当初ね、石破さんが言っていたようにね、まあ、1ヶ月とかそのぐらいの時間があれば、小沢さんのことだからね、多分やっちゃいましたよね。 そうなったらこれ本当の政権交代だったと思いますよ。ね。ああ。というようなことでね、石破さんがね、早期解散、ね。これをや,やっちゃったんで、これがね、あのー、議席減に相当ね、ブレーキをかけた。そういうような見方ですね。ああ。ね。ああ、ね。そしてね、野党の方はどうかというとね、この三上さんのね、えー えー、三浦さんのね、三浦さんのね、あのー、解説によればね、まあ、とにかく立憲民主党はね、あのー、ま、かね、結構ね、復調してくるということですね。うん。それからね、他のね、あのー、野党も、維新はね、3議席増、国民民主も5議席増、令和新選組もね、2議席増、ということで、まあ、野党はね、当然ながらですね、えー、 あの、議席をね、えー、かなり増やしてくると。というようなことなんですね。うん。ね。で、特にね、えー、この三浦さんがね、言っているのは、この令和ですね。やっぱり令和がね、あのー、かなりね、この生活困窮者であるとかね、えー、その声をね、かなり代弁しているという役割ですね。これを追っているので、えー、かなりね、あのー、この、なんていうかな、 勢いを増していると。ということなんですね。うん。まあ、というようなことでね。で、結局ね、この三浦さんの予測も含めてね、えー、そして最初に紹介したね、えー、この政権交代の予測も含めて言うと、結局ね、この真ん中を取るとですよ、自民党は単独過半数を割るということですよ。これがね、もうほぼ間違いないんじゃないかと思うんですね。 まあいろんな予測を見てますけどもね、単独過半数割るという予測はね、やっぱりね、すごく多いですよ。ね。うん。で、中には、ね、一番最初に紹介したように、自公で過半数を割ると。というような予測も出ているということですよね。うん。だけども、大体は自民党で単独過半数を割って、自公では過半数を取ると。という予測が多いですね。うん。 で、実際にそうなった場合はですよ、どうなるかというと、選挙の後ね。うん。まずね、えー、これ自民党のね、反乱軍、反乱予備軍ですね、今ね。高市さん、それからアースポーさんもね、うん、これが準備している反乱軍ですけどもね、うん、これはね、やっぱり出てくると思いますね。うん、ねもうとにかく、単独関数終わったということで、えー、これは大義名分っていうかな、 まあ彼らによる大義名分ですよ。反乱軍によるね。それは得たということで出てくると思いますよ。そしてもう一つはね、石破さんの後ろにいるね、岸田さんですね。岸田さんはね、まあ、単独過半数だけでは、ね、石破さんに反抗しないだろうと僕は思うんですね。うんねうん、でそうなるとですね、そうなると、えー、石破さん、岸田さん、それから菅さんね、 この連合ですね。今のね、主流派ですね。それと、高市麻生連合の戦いになるわけですよ。ね。うん。で、そうなった場合で、ね、どこまで戦いがエスカレートするかなんだけども、まあ、高市さん、麻生さんは自民党を割るかどうか、ということですね。一番の焦点はね。うん。だけどね、まずね、全部が割って出る可能性は少ないと思いますね、僕はね。うん。というのはね、 麻生さんはね、そこまではね、やらないと思いますよ。ね。うん。麻生さんはね、なんて言うかな。自分の選挙区をね、まあ、自分の息子に引き継ぎたいわけですよね。なので、そこまでやっちゃうとね、これ何の意味はなくなっちゃうんでね。うん。なので、まあ、そうなった場合ね、麻生さんは、もうひよってね、引退するんじゃないかと思いますね。うん。だけども、高橋さんなんですよ、問題はね。高橋さん。 ねうん、高市さんね、つまりね、えー、この政治家っていうのは1人で動くわけにいかなくて、支持層ですね、自分を一体誰が支えているかということで、動きを決めるんですよね。うん、で、高市さんの支持層っていうのは、これ何度もね、お伝えしましたけど、まあ、いわゆるネトウ予想なんですよね、うん。自民党にね、このいっぱいどっと入ってきたネトウ予想ですね、これが支えてるわけなんですよ。ね うん、で、こういう人たちは、長期的なね、あの、視点がないのですね、短期的な爆発なんですよね。その特徴というのは、ね。そうなると、高橋さんはですね、その支持層のね、手前ですね、やっぱり自民党を割って、えー、党の外に出るという可能性もね、僕はあると思いますね、うんえー。これはね、高橋さんは最初ね、まあ、安倍派に入っていたわけですよね。 大井さんはとにかくね、あのー、その時その時のね、あのー、なんて言うかな、あの、権力者ですね、ここにすり寄って出世してきたわけなんですよ。ね。うん。一番最初はね、森吉郎さんにね、すり寄って上がってきた。ね。で、今度は安倍晋三さんにすり寄ってまた上がってきた。ということですね。で、今ね、すり寄る相手がいないんですよね。うん。自分がね、一番上のね、位置についちゃったわけですよ。ね。 なので、これはね、自分の支持層ですね。これにね、あのー、なんていうかな、寄らざるを得ない。ということで、もうこれはね、短期的に、もうとにかく党を出ると。というね、えー、勢い。それで、ね、党を出ちゃう可能性結構高いと思いますね、うん。で、そうなった場合は、例えばね、あの、百田直樹さんのね、日本保守党とかね、うん、とかね、まあ、よく言われるように、そことくっついてね、ね、えー、そこで百田さんと、例えば共同党首、 どうなるとかね、まあ、そういう形になるんじゃないかっていう気もしますよね。うんまあ、その先はね、まあちょっとねは、よくわかりませんけども、まあ伸びることはね、うん、政治的に、えー、勢力を伸ばしていくことはまあないと思いますけどもね、うん。その形になるんじゃないかと思いますね。うん、まあというようなことでね、えー、本日この回はね、えー、これはね、えー 総選挙ですね。総選挙がね、公示されましたので、えー、どういうふうなあ選挙結果になるだろうかということですね。うん、それをね、まず伝えました、お伝えしました。まあ自民党の予測ってのはね、えー、これ前にね、えー、石破さん本人にね、本人に一月つき万で聞きましたけどね、相当ね、あの、正確だって言うんですよね。相当細かくて正確。ね。 で、その自民党のよ、ね、予測調査がですね、非常に厳しいんですよね。非常に厳しい。一番最初に紹介したようにね。なので、えー、これはね、政権交代の可能性もなくはない。ということですね。うん、だけども、大方の予測では、ね、事故を合わせて、えー、過半数は取るんじゃないかと。ね。うん、でそうなった場合、やっぱり高市さんがですね、ね、石破さんを お、追い切れずにですね、やはり自民党割るんじゃないかと。という予測ですね、うん。まあそんなようなことをですね、今日ちょっとね、予測をね、お話ししてみました。まあということでね、本日この回はね、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。